今ですね、プロ野球ニュースのリモート出演が終わったばかりですので、今日のゲーム、さらっといきます。まず東京ドームの巨人対広島です。11対2で広島の大勝でした。今日のポイントは、鈴木誠也選手が2本のホームランを打ちました。今まではどちらかというと、叩こう叩こうという感じでボールが上がらない、上体が突っ込むというようなバッティングが多かったんですけども、今日の2本のホームランは、非常に下半身からねじれて、背筋に及んで、非常にこの、内から外へ、センターへ2つの2本のホームランでしたけども、内から外へ、ようにフォローが長く、取れたホームランでした。これから鈴木誠也選手、今日の打ち方で少しは不調から脱却したのではないかなと思います。そして菅野投手が久しぶりに先発をしましたけども、ピリッとしません。ストレートも高く浮いて、スライダーもコーナーに決まりません。甘いボールが多かったです。まだまだ本調子とはいかないですね。今日は随分ホームラン打たれましたよ。4、5本打たれたんじゃないかな。鈴木誠也選手に2本打たれてね、坂倉選手にも打たれて、まあ、これ以上言いませんけども、やはりボールのキレ、そして打者を受け身にさせるような、そういうピッチングができるかどうか、今後の菅野投手の投球に注目です。セ・リーグの2試合目は阪神対 DeNA 戦です。阪神が9対3と大勝しました。 DeNA の先発は坂本投手でしたけども、阪神はこの坂本投手に3戦3敗してるんですね。嫌なムードの中で始まりましたが、いきなり近本選手がホームランです。やや真ん中から内に入ったようなストレートをライトに放り込みました。これまでの DeNA の坂本投手は強みを生かしきれずノックアウトされました。まあ阪神も守りにミスが目立ったんです。三塁の大山選手がファーストへ送球すると、ファーストのサンズ選手はなんかノーバンドで取ろうかショートバンドで取ろうか迷ったような取り方をして、落球しました。それからレフトのロハス・ジュニア選手は外野手で股間をゴロで抜かれていきました。もう外野手は後ろに誰もいませんから、そういうミスはちょっと見せてほしくないなと思います。そして DeNA も倍返しのようにミスをしましたね。大山選手のセンターへのライナーの打球を闇雲に横に突っ込んできて、桑原選手ですけども、闇雲に突っ込んできて、そして万歳するようにして頭の上を抜かれました。そして阪神の一三塁のチャンスでは、キャッチャーの伊藤光捕手がセカンドに送球しましたけれども、内野手が取り損ねて、そしてやらずもがなの1点を献上するというようなこともありました。セントラルリーグの順位表を見るとですね、まあ、阪神が1位ですね。で、2位が巨人ですね。この差は両方負けましたんで、1ゲーム差です。3位のヤクルトは2位のジャイアンツに 0.5 ゲーム差となりました。この3チームの戦い、どこが上に行くか、あと50試合ほどです。楽しみましょう。それでは次に楽天対オリックス戦です。このゲームは5回まで楽天が7対1とリードする展開でした。楽天の先発は則本投手、7月の12日以来の登板です。雨で2回も登板を流されました。やっと巡ってきて、今日は
8月26日ですね。ずいぶん間が空きました。その意味では則本投手の立ち上がり、ここが一つ心配でもあり注目が集まります。初回、則本投手は早速ピンチを迎えます。ノーアウト1、3塁です。3番の吉田正尚選手が打席に立ちます。ちょっと難しい外のボールに吉田選手は手を出して浅いセンターフライです。これではサードランナーの福田選手も本塁はいけません。そして次に今日4番に入った杉本選手がまたも外の難しいスライダーに手を出して、これも浅いライトフライです。三塁ランナーは動けません。5番のジョーンズも三振に倒れて、則本投手は1回冷や汗をかきましたけれども、2回からはどうなりますか。オリックスの先発は5年目の山崎颯一郎投手でした。上背のあるいいピッチャーだと思いますが、これがピッチングになりません。フォアボール、デッドボール、タイムリー、タイムリー、そしてまたフォアボール、タイムリーと1回の裏、2回の裏で5点を取られました。これでは楽天とオリックスは3ゲーム差ですからね。首位争いをしてます。こんな取られ方ではゲーム差は縮まってしまいます。やっと4回表に則本投手から吉田正尚選手が外から入ってくるスライダーをセンターのバックスクリーンに打ち込みました。そして6回の表にも則本投手は杉本選手とジョーンズ選手にホームランを打たれます。杉本選手には外のスライダーを狙われてライトへツーランホームランです。ジョーンズ選手には外からのツーシームですね、ツーシームが真ん中に寄ってきました。オリックスに来る前はメジャーリーガーですからね、ダイヤモンドバックスの選手でした。応援してるんですけども、怪我をしたりしてスタメンになかなかこう入ってこれません。しかし今日はライトへいいホームランでした。逆らわずに打ちました。こうやって則本投手からホームランで4点をオリックスは取ります。6回で則本投手は降板です。楽天の方は4回の裏に島内選手がライトへツーランホームランを打って7点目を取りました。島内投手はこのところ4番に座っておりますけれども、ホームランは少ないんですけども、今日で72打点目です。チームにとっての貢献度は群を抜いてますね、島内選手。今日のポイントはもう一つあるんです。ストッパーの松井裕樹投手が太ももを痛めて離脱です。さて、後ろのつなぎは楽天どうするのでしょうかね。24セーブを挙げてる松井裕樹投手ですから、やはり終盤この試合はもつれました。1点差まで追い上げられました。やっと7対6で楽天は勝ちましたけれども、終盤のピッチャーをどうつないでいくか、しばらく頭が痛いですね。まあしかしオリックスは敗れたとはいえ、もう前半で4回までで7点を取られてますから、もう楽勝のゲームのはずなんですが、則本投手もピリッとしませんでした。それにしてもオリックス打線、どっからでも点が取れそうな感じがします。今日で楽天との差は2ゲーム差になりましたけれども、負け試合を勝ち試合にしそうな展開に、これからの戦いが楽しみです。明日はオリックス対ソフトバンク、そして楽天対ロッテです。当分首位攻防戦が続きます。それでは一人だけのプロ野球ニュースお送りしました。ではでは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。